星が一つ消えた。
自己紹介させていただきます。水色担当の桜姫香です。オレンジ色担当の立花いちかです。緑色担当コメントです。私たちメルティアトラブルです。よろしくお願いします。本日はメルティアトラブル3人体制ラスト公演にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。本日は3人体制ラストということですね。この衣装とかも、もうね、多分着ないかなみたいな。見納めです。そう、見納めのレア衣装で、やってまいりました。やってまいりました。はいですね。はい、そう、とても最高ですね。どうですか、感想は。感想、この衣装の、え、この衣装のっていうか3人体制ラストの感想。寂しいです。そうだね。はい、確かに頑張ったもんね、まあ、この3人でいろいろ。でも、はい、明日が本当の最後だね。そうだね、明日が本当の3人体制ラストなので、皆さん明日もよかったら会いに来てくださると嬉しいんですけど、はい、待ってます。そう、明日も待ってる。とうららちゃんの卒業公演が、デニーさん、あ、卒業前ラストタイマー、卒業前ラストタイマーが、そう、お昼にデニーさんであって、そう、夜がピンクさんのみるるんちゃんの周年イベントがね、そう、はい、あるので、そこが本当に3人体制ラストになります。はい、お願いします。なのでお時間があったら来てください。お昼から夜で、ここにいる人全員に行ってほしいです。本当です。お願いします。お願いします。夜にも DT さんで、あ、そう、出させていただくので、このままね、今日は1日 DT さんです。はい、なので皆さんお時間があったら来てほしいなっていう、はい、お願いします。お願いします。じゃあ次の曲に行きますか。はい、聴いてください。恋模様。涙なら隠せない、もう
Thank you.
戸惑う人もいると思うけど、これからもウェルディアドラブルを強くしてい
よろしくお願いします。よかったです。みんな楽しいですか？楽しい。まだまだ楽しんでいけますか？イエーイ。楽しんでいきましょう。それでは後半戦に行きたいと思います。聞いてください。スパイス
Thank you.
キラキラミライズ。
チキが1枚目が取れるのでよかったら遊びに来てください。お願いします。お願いします。